今日はお散歩日和だな。あ、霊夢たちにケーキでも買って帰ろうかな。な、何の音？うわあ、な、何なのこいつ。マグマ。ま、マグマ。お前を取り込んでやる。な、なんだって。そんなこと絶対させない。こんな時は、お色気攻撃。あっちー。だ、誰か助けてー。出たな、マグマ軍。大丈夫。やられると思った。でさっきのやつといい、その霊夢の装備といい、何がどうなってるの？そういやあんたはあのゲームを知らなかったわね。え、あのゲーム。ええ、うぷ主も遊んで鍛えなさい。ということで今回は、リックジアースというアプリをご紹介していくわよ。リックジアース。このゲームはどんなゲームなの？陸上自衛隊をテーマにした擬人化戦略シミュレーションゲームで、自衛隊駐屯地や兵器を擬人化したキャラクターたちを率いて、マグマ軍に戦略された日本を取り戻すっていう内容なのよ。へえ、もしかしてこんなに可愛い子が戦うの？そうよ。可愛い子と武器の組み合わせっていいよな。ねえねえ、どうやったらこんな可愛いキャラをゲットできるの？それじゃあキャラのゲット方法から解説していくわね。まず、技研っていうとこから。武器ムス製造を選択するわよ。そうするとこんな画面が出てくるんだけど、ここで、燃料、弾薬、鋼材を任意の数投入すると、リクムスがゲットできるのよ。なるほど、早速ゲットしてみたいな。ここで数を入力して製造するんだな。技術開発レベルが高ければ高いほど、投入できる資材の上限が増えて、いろいろな種類のリクムスや装備を製造できるわよ。今回はこの数量を投入して作ってみるわね。これってできるまで時間がかかるんだ。ええ、だけど高速製造材っていうアイテムを使えばこの通り。おお、あっという間に出来上がったぜ。もう一丁。このアイテムは早く見たい時に便利だね。さあどんなリクムスができたかしら。おお、めっちゃ可愛い。確かに、初ゲットか。ええ、今回初めてゲットしたわよ。声も可愛い。さあこっちはどうかしら。さっきのリクムスの色違いだぜ。こっちの色もとっても可愛いね。これはいろいろなリクムスを集めたくなるぜ。それじゃあお次は10連限定製造をしてみましょう。ピックアップ武器ムス1体確定だって。1体以上当たればなお嬉しいぜ。それじゃあ結果を見てみましょう。どんな子が出てくれたのかな？あ、このキャラって確かピックアップされてたよな。まず1体目のピックアップキャラゲットね。じゃあどんどん結果を見ていくよ。これまた可愛いキャラが出たな。あ、2体目のピックアップキャラ。どのリクムスも可愛くて育てたいキャラが多いよ。確かにどのキャラから育てるか迷うぜ。ほんわかした雰囲気で可愛い。かっこいい武装と可愛い女の子のギャップがたまらないわ。人気のピックアップキャラが2体もゲットできたぜ。しかもほとんど持ってないキャラばかりで嬉しいよ。それじゃあ部隊を編成して出撃するわよ。ここでいろいろなリクムスを編成できるんだね。ええ、挑戦する進行地域に合わせて編成するわよ。今回はどこに進行するんだ。石川県をどんどん解放していくわ。冒頭で言ってたけど、選択したマスで勝利すれば、解放されるんだよね。そうよ、買ってどんどん解放していきましょう。どんな風に戦うのか楽しみだぜ。この霊夢ちゃんに任せればあっという間に勝っちゃうわよ。すげえ不安だぜ。これって、勝利条件は何？敵全滅か、敵のリーダーを大破させるか、敵の基地を壊すかよ。了解、頑張るよ。あ、部隊配置は地形に合わせるといいわよ。それと、索敵が成功すると敵の陣形が見れるから、敵の陣形に合わせてこっちも配置するといいみたいよ。なるほど。じっくり作戦を練って戦えるんだな。戦い方は、移動可能なマスを選択して、敵に攻撃よ。おお、早速大破。やられたイラストが色っぽかったぜ。いけー。別の敵を中破させたよ。いい調子じゃねえか。遠距離から攻撃よ。中破から大破になった。その次が撃破で、その敵は消滅するわよ。これってもしかして自分も中破とか大破されたり、場合によっては撃破されてリクムスがロストしちゃうこともあるの？その通り。だから自分のレベルに合った敵と戦うことと、出撃して敵からダメージを受けたら、しっかり修復して、万全の状態で出撃することよ。修復ってつまり回復だよな。ダメージを食らったら修復ね。いやー、ヒヤヒヤするぜ。この部隊は耐久の数値が高くなってるから、少しのダメージなら耐えてくれるわよ。頑張ってー。耐えてくれよ。あー、中破しちゃった。体
かわいそうだけどこの表情かわいいわね。なんとか勝って大破まで行かねえようにしたいぜ。よし撃破した。ドキドキするわね。おお、反撃した。やったー、なんとか勝てたよ。手に汗握る戦いだったわね。これはハマりそうだぜ。それじゃあ最後にとっておきの情報をお伝えするわね。なんと、クリスマスイベントが開催されるわよ。限定のキャラがすげえ可愛いな。期間は、2017年12月13日水曜日から、12月26日火曜日の9時59分までよ。そして、購買のマツコの一押しから、仙台ともかちゃんのクリスマスバージョンが販売されるわよ。すごい色っぽいね。こちらも期間限定だからお見逃しなく。そして、限定製造や購買に必要な陸化を、最大 60% オフで購入できるセールを開催するわよ。すげえお得だな。このセールも期間限定だから、見逃さないようにしないとね。今回このリックジアースを遊んでみてどうだった？すごいドキドキのバトルと本格的な装備や可愛いキャラが印象的だった。ああ、早速自分でもっともっと遊んでみたいぜ。皆さんもぜひこの動画の概要欄のリンクから、こちらのアプリをダウンロードして遊んでみてくださいね。私もたくさん遊んで強くなるぞ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。私も早速ダウンロードして戦いまくるぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。